皆さんこんにちは、さつき亮輝です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は2021年9月に読んだ本計10冊の中からおすすめ本ベスト3を発表したいと思います。今年1月からスタートしたこの企画ですが、上半期1月から6月までに読んだ計65冊の中から上半期ベスト3を7月に3冊選びました。年末にはね、下半期ベスト3を選びますので、今回の9月で早くも下半期が半分終わったことになります。今年もね、残り4分の1ということです。月日がね、経つのがとても早く感じられます。それでは進めてまいります。まずは2021年9月に読んだ本計10冊はこちらになります。ご覧になってね、いかがでしょうか。9月はね、毎月の目標と同数の10冊読むことができました。まずはね、岸田文雄さんの核兵器のない世界へ。自民党総裁選前にね、これは読んでおこうと予習をしました。岸田政権ね、個人的には期待をしています。あとは、森若さんの最新刊、佐渡島さんの新刊ですね。あとはフランスのパリで起こった IS のテロ、シャルリエブド事件を調べるのに、エマニュエル・トッドさんの本も読みました。ちょっとね、これは難しかったですね。今月は下半期ベスト3に必ず絡んできそうな、ね、本に出会うことができました。その本はこれらの中のどの本か。さあ、それではね、この中から私の選ぶ9月のベスト3を発表していきます。ここではね、順位はつけません。まずは1冊目発表します。1冊目は、人生に必要な教養は中学校教科書で全て身につくです。この本は池上彰さんと佐藤勝さん、最強コンビの共著で、中学の教科書12社54冊を8教科に、ね、分けて読み比べています。そもそもの着想は、今の大人の中にね、教養レベルが厳しい人がかなりいることにお二人が危機感を感じておられ、そのまま学び直しの、ね、テキストとして中学校教科書が最適だというふうに言われます。中学生は日本の義務教育の最高段階とはいえ、中学生が、ね、学ぶ内容なので、大人には、ね、物足りないんじゃないかとか、内容が、ね、こう面白くないんじゃないかと思う人も多そうですが、今の教科書は昔と比べて相当進化しているということがこの本でわかります。地理には、ね、移民やイスラムも出てきますし、一方英語には、ね、This is a pen は出てきません。これらを、ね、マスターしておけば社会で生きていける組み立てになっている。逆に言えば、これらを知らないということは社会人としてちょっとやばいということです。中学生も、ね、知っていることですから、ね、実際に中学校の教科書を読む前にこの本を読むことを強くお勧めします。それでは2冊目に参ります。2冊目は百田尚樹さんの海賊と呼ばれた男です。この本は歴史経済小説で、1885年明治18年に福岡県で生まれ、明治、大正、昭和の時代を生き抜いた国岡鉄三が主人公です。この国岡鉄三は出光興産創業者の出光佐三がモデルになっています。出光興産をモデルにした国岡商店が数えきれないくらいの困難を乗り越えて大企業に成長していく過程が描かれています。鉄三が起こした石油会社国岡商店には出勤簿がなく定年もありません。社員をね、家族同様に扱い、順調にね、成長するも、第二次世界大戦で全てを失い、借金を負いつつも社員をね、クビにしないで再起を図ります。ハイライトはね、なんといっても時の大英帝国に経済封鎖されたね、イランにタンカー日照丸を派遣するシーンです。日本からね、イランに行くのも大変ですけど、石油を積んでね、イギリスからの妨害、浅瀬や戦時中に使われた浮遊機雷や沈没船に、ね、ぶつかる恐怖と戦いながら日本を目指すシーンは本当に胸が熱くなります。2013年にはね、見事本屋大賞のグランプリに輝き、2016年には映画化もされました。私みたいなね、昭和の男性は大好物な小説だと思いますが、今の若者がね、この小説を読むとどんな感想を持つのかね、ちょっと聞いてみたいです。
それでは最後、3冊目に行きます。3冊目は和田亮さんの村上海賊の娘です。まさかのね、海賊2連発です。舞台は戦国時代、その戦国時代に瀬戸内海を席巻した村上水軍の当主、村上武義の娘、景色の景の字、一字で京と名乗る娘が主人公です。今日はね、女子なのに船に乗り、瀬戸内海で狼藉を働く者をね、成敗したりするなど男勝りの活躍をしていました。ある日、毛利家から織田信長にね、追い詰められて窮地に陥っていた大阪本願寺を救うために、兵糧10万石を輸送してほしいという依頼が来ます。村上水軍はね、毛利方に加勢することを決め、それをね、阻止しようとする泉州の怪物真鍋締めの兵へ率いる織田軍とね、大阪湾で激闘を繰り広げます。その戦いにね、今日も身を投じていくというストーリーですね。全、4巻の小説なんですけれども、物語性が、ね、あって、まあドラマチックです。史実にもね、かなり沿った内容になっています。たくさんのね、登場人物が出てきますが、みんなね、キャラが立っています。あとね、振り仮名をね、何度も打ってくれているのがすごく読みやすかったです。さっきのね、締めの兵衛も七五三兵衛と書くのですが、何度もね、振り仮名が出てくるので、私みたいにね、一度で覚えられない人にはとてもありがたかったです。この海賊2つは下半期ベスト3選出には確実にね、絡んできそうです。以上が9月の3冊、池上彰さんと佐藤勝さんの共著、人生に必要な教養は中学校教科書で全て身につく、百田尚樹さんの海賊と呼ばれた男、そして和田亮さんの村上海賊の娘、以上3冊が9月代表として12月の下半期ベスト3選出大会に進出します。最後までご覧いただきありがとうございました。さつき秀樹でした。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。次回もお楽しみに。